四大陸選手権男子フリー最終グループ最終滑走、カナダパトリック・チャン。1年の休養から帰ってきた元世界王者が4回転2本、そしてトリプルアクセルを2本、この四大陸でさらに演技構成の難度を上げてきました。カナダパトリック・チャン、ショパンセレクション。まずは4回転からのコンビネーション。4回転のトーループ、トリプルトーループ、きれいに決まりました。回転のトーループ、これも決めました。2本目も入れた。足換えのキャメルスピン、回転ポジションきれいに決まってます。この後後半に入れたトリプルアクセル、トリプルアクセル、ダブルトーループ、トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループの3連続。トリプルループ。トリプルサルコー。余裕があります。フライングシットスピン。トリプルフリップ。
なんと熱く力強いガッツポーズでしょう。そしてなんと大きな歓声でしょう。帰ってきた Patrick Chan、 帰ってきた元世界王者パトリック・チャン、その強さを見せつけました。場内総立ちスタンディングオベーション。1年間の休養を経てまた世界の頂点を狙う準備は整った、そんなパトリック・チャンの見せつけるメッセージにも感じます。さて本田さん、はい、やはりパトリック・チャン、そんな演技でした。いやー、すごかったです。もう言うことないですね。もう全てのジャンプも完璧に流れましたし、ステップ、そしてスピン、素晴らしい演技でしたね。それも最終滑走でここまでできる集中力というのもすごいですね。これ本当にほとんどのエレメンツ GOE も大きくプラスがつく、そのぐらいの美しさ。本当にプログラムの始まりから終わりまで一呼吸で行ってしまったのかなというような素晴らしい演技でした。人の心に残るスケーターになりたい、まさに心に届ける素晴らしい演技を見せました。またそしてグランプリファイナルから演技構成さらに難度上げてきて決め切りました、はい、そうですね。やはりどうしてもトリプルアクセルが苦手意識があったと思うんですけれども、それを2つ完璧に決めて、そして4回転3連続すべてのエレメンツで加点をもらえる演技でしたので、いやこれはすごい点数が出てくると思います。そしてこのフィニッシュ、帰ってきたこのリンクに思いをぶつけましたパトリック・チャン。さてここまでトップが中国ボーヤンジン 289.83 というハイスコア、2位に中国ハンヤン 271.55、 3位に現在日本の宇野昌磨が入っています 269.81。 いや大歓声、キスアンドクライ得点を待つパトリック・チャンに向けて送られます。今シーズンのシーズンベストは 271.14。 フリースケーティングのスコアはパトリック・チャン200点超えてきた。フリースケーティング 203.99、 そしてトータルスコア 290.21。 4大陸選手権パトリック・チャン、再び頂点に立ちました。なんとパトリック・チャンが応援陣の上に行って大興奮に包まれる台北アリーナ、パトリック・チャン大逆転。フリースケーティング、これが史上3人目となる200点超え、203.99 というスコアを出しました。そして宇野昌磨、4大陸選手権2度目の4大陸選手権も4位、あと一歩表彰台に届きませんでした。場内では表彰式が始まりました。この後エキシビションも行われますが、4大陸選手権男子優勝はカナダパトリック・チャン、3度目の4大陸チャンピオンです。そして2位に中国のボーヤンジン、3位同じく中国ハンヤン、そして日本勢4位に宇野昌磨、5位に村隆人、6位に田中圭一となっています。さて本田さん、ハイレベルの男子振り返っていかがですか。いや本当にハイレベルで素晴らしい戦いでしたね。ここからは戦いは世界選手権に向いていきます。はい、やはり宇野選手、世界選手権まで1ヶ月ありますので、やはりさらなる成長を期待したいなと思います。この経験をまた力に変えてほしいですよね。そうですね、もしかすると4回転ループなどの成長もあると思いますので、楽しみです。ここからは長いシーズンのクライマックス、4大陸選手権が終わって3月の世界ジュニア、そしてアメリカボストンで行われる世界選手権へと向かいます。4大陸男子の戦い、パトリック・チャン見事な逆転劇でした。
四大陸選手権優勝パトリック・チャン選手です。おめでとうございます。今のお気持ち聞かせてください。Amazing. I feel like all the work and the stress that I had to go through this season in practice, you know, with my coach and with myself, it's all paid off and it all came out in that program just the way it was supposed to be. 来月世界選手権に羽生選手、ハビエル・フェルナンデス選手、本当に多くの若手たちも、まあ、世界の強豪が集まります。そんな中で今回の収穫を生かしてどんな演技を見せたいですか？I'm going to stick to the plan. Same programs as I did here. Hopefully a better show program. But the advantage I have a little bit is being at home in North America is a huge advantage. I know this isn't world championships, but this is one step closer. And this year has been so successful for the first year back. We didn't have this much expectation. So we've definitely exceeded our expectations this season.